入れすぎじゃない？大丈夫かな？大丈夫大丈夫。本当に？うん。なんかチョコ溶けないね。湯煎チェンジする？ね、湯煎チェンジしようかな。ちょっとぬるいのかな？ぬるい？ああ、ぬるいね。43度ぐらい。すごい。え、嘘43度もないよだって。あ、でもあるかな。お風呂確かにお風呂かも。ね。チョコ明日ゲットできるよ。先着30人だからね。ね。先着。スリーショット限定。え、なんか生クリーム入れすぎると固まらないらしい。トロトロだったらまいっか。うるさい？じゃあこれまだうるさい？うるさくない？うんうん。今期おすすめのアニメはむち担当。ゆりくま。どんなの？なんかって感じ。青春？うん。違うの？うん。どういうの？女の子となんかラブラブする感じ。って感じ。あと寄生獣。寄生獣はわかるよ。手に生えてきちゃうやつでしょ。うん、あと神様始めました。花江ちゃんがそうオープニングやってるやつ。どんなの？花江ちゃん。うん、やっぱユリが好きなんだってみんな。ユリ。右生えた。ガオガオ。右。湯気出てきた。これ捨てた方がいいのか。 GF わかんない。あ、ガールフレンドかっこ仮。こんばんは。かわいいかわいい。あんちゃんかわいいってよ。そう、まえちマッチョマッチョ。まえちマッチョのイメージほんとなかったのに、でも写真だとすごいマッチョだった。この間の実はだって運動部だったんだずっと。実は多分さ一番運動できるよね、ベルハーで運動部一番できる。実はね、実はあれさらしとったんだって。取ってないの、まだ取ってないよ。まださらし足速いね私。足速いらしい。そう、あんまちゃんと見たことないけどベルハーでは。明日早いんで離脱しますだって。バイバーイ。ちゃんとタイムシフトでじゃあ見てね。ねね。無実もみんなに買ってる。側転後にドヤ顔したのバレてた。スキップできるよね。スキップはできるよね多分。でもマッチできなそう。できるよ。できる。私ダンスできないんだよね。ね、なんでだろう。なんかさ、でも運動できない子はダンスできそうじゃない？なんかそうこうかねね。確かに。誰も運動できないんだよね。ダンスできるもんね。ダンスの方が得意。うん。身長一番低いのはもう一かな。ゆゆかな。わかんないんだよね最近。なんかゆゆって言われてるけど実はもちろんがちっちゃい。でももちろんがちっちゃい。何センチ？なんか背伸びしないで測ったことがないから。やば。そうずっと背伸び、なんか身体測定の時にずっと背伸びして測ってきたの今まで。ちっちゃい時から？そうもう本当に負けたくない。あ、もうちっちゃい時から前の方だった？そうずっとこれ。ああ。なったから。ヒュッ。やってたの。そうだから本当の身長が分かんないまま大人になってしまった。そうなんだ。じゃあ今度測ろう。あや何センチだって。何センチだろう。160。コンビニ行ってくるけどなんかいろいろだって。カップラーメン。あ、そうだね、カップラーメンって言ってたもんね。うん、生ドルから来ましたって。生ドルなんだろう。生ドルの人。はーい。イエーイ。生ドルってなんだろう。あ、乃木坂さんから。乃木坂さんの番組じゃなくめっちゃいるじゃない。こんにちは。乃木坂さんの太田さんをいただきます。ブルリン少女ハートです。乃木坂さんは川越ひなちゃんが好き。かわいい。あとマイヤン。マイヤンかわいい。マイヤン可愛い。アイドルや。まっちょん。乃木坂さん見た後にベルハン見たらどう思うんだろうね。体にいいよ。体にいい、うん、体にいい体にいい。たけてきたよ。あ、まっち。どうすればいいの？どうすればいいの？何？今さ、うん、乃木坂さんから来てくれた人に、ね、紹介しなきゃ。うん、あ、何やっているか？せーの。せーの。あ、ベルリン少女ハートですって言って。せーの。ベルリン少女ハートです。あやのです。まいちです。こんばんは。今は朝まで寝ないでやる。寝るよ。あ、そう。あ、そうそう。寝るんだけど。なんか焼きも食べて。鍋作って、今はチョコ作ってる。チョコ作ってます。そう。みんな寝ないで絶対に。このチョコはどうするんですか？このチョコは明日ライブに来てくれて人にあげます。あげます。来てね。乃木坂さんのお父さんも来てね。明日チョコ食べれるよ、私たちの。乃木坂。乃木坂さん。AKB さんみたいな。そうだよ。仲間でね。仲間。ベルハンもまだ。渋谷 WWW に来てね。ちゃんと自己紹介してだって。でこれね、カメラめっちゃ可愛いやつ。ベルハーのスマイル担当、あやんこと柳沢えのです。AKB さんと乃木坂一緒にすると怒られるよって言ってた。じゃあごめんなさい。じゃあなんて言った今。スマイル担当。あ、なんだっけ。あれはなんとかガール。ベルハーの寝っ転ガール宇佐美萌です。よろしく。もえち。ぴょんぴょん。ぴょんぴょん。アップはきついなだってよ。それはひどい。それならいいのかなでも。乃木坂さん、それはひどいですよ。それはひどいですよ。もう絶対に近づかないからね。これ見たら可愛いっていうのは絶対さ格好のせいがあると思う。確かに。この雰囲気で騙されてると思うみんな。乃木坂さんひどい。悲しいね。アップはきついって。そんな。あ、そう乃木坂さんじゃない、乃木坂さんのファンの人。間違えちゃった。そうだよ。もいちまだ大学卒業してない。卒業できるかわかんない。みんなと一緒です。そうごめんなさい。乃木坂さんは悪くない。音楽ロック番組から来た人もいるって。すごいロック。ベンベンベベン。ベルハロックだよね。ロックないですよ。ロック好きな人はベルハの曲好きですよ。なんか流す？ダメ、優先。そっか。流れてるんだ優先さんが。待って、ほら宣伝担当。今この番組は大塩ゆにさんが一番ダメだって言ってた。それはお母さんが何？水と分離しちゃうから。ああすごい。毎回もう大塩ゆにさんさんがチョコおいしりさんが何してくれね。これ俺もこのパジャマ着てるよだってよ。お揃いじゃん。じゃあ着てきて、明日着てきてください。お揃いね。イエーイ。これちちゃんなだから。そうだよ。生クリーム多くねえんだって。まあいいんだよ。ちょっと私たち食べないもんだって。さっき3粒食べたからもう。あれ？はいできた。じゃあ固め。じゃあ私。型並べる係やろうか。味見、そうだね。味見。指入れていい？あぶねえ。何もしてない。何したの？言わないで。何ちょっと味見。言わないでよね。いいね、これ教えてくれる人がいるからちょっとみかん食っとけだって分かったよ。みかん食べてみかんにつけたらみかんどう？みかんの皮が入ったら私です。当たりだね。どう？おいしい？普通においしい。すごい。あ、並べてこれ普通にダメかな。なんかさ冷蔵庫に入れてもおね、乃木坂さん、温田さん優しいですね。本当に美味しい。おこわり。もごもごしてる気がするな。みかん。みかんか。あ、みかんだね。みかんだね。あ、豪快してるんだけど。やばい。でもみんな言わないでって約束したじゃん。美味しいね。ああ、やばい。私の勝ち。あ、無理ちゃん、はい、ここに並べよう。うん、これでさ、そのまんま冷蔵庫入れられるから。ディスプレイだった。本当に？待って、マイクがあるのよ、ここに。そうだった。これマイク平気？今マイクうるさかったらうるさいって言うでしょ、みんな。そうだね。うん。A 型だから丁寧に並べよう。ガサツなのに A 型。あんちゃん何型？ O 型？ O 型。大雑把。そんなさ、血液型でさ、うん、確かにだって4種類しかないじゃん。心理学的にはどう？心理学的には O 型。みんな O 型だって。みんな O 型。うん。でも A さん A 型ですよ。 A 型が一番多いって言わない？日本人。あ、そうなのらしい。なんかゆったんに似てるって、どっちかが。ゆったんどこのゆったん？ゆったん AKB のゆったん。 AB 型。あ、いろんな人がいるね。右ってどっち？右って。私ゆったんに似てるって。ゆったんやったん。ゆったんさんやったんやったん。あ、私ゆったんさん似てるって。やったん。ゆったんさん好きじゃん。私もゆったんさん好き。やったそう、斉藤優里ちゃんに似てるってよく言われる。すごい。めったん、ゆったん。左側やに似てる。嬉しい。嬉しい。これで入れれるの？だって。これで、今これで一個入れてみた。あ、じゃあ大丈夫ね。でもさ、あれだね、一個一個。モノマネ。なんかできるって言ってなかったっけ？私？うん。え、何できるっけ？なんか、やってないっけ、もうちってものまね。モノマネってない。タン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 、ゆったんたん。だってどうしよう、これなんか怒られるかも。乃木坂さんのお父さんに。あ、それはりったんだって。あ、浜崎あゆみさんのものまね。あ、そうだそうだ、それだ。はい、どうぞカメラに向かって。みんな今日どうもありがとう。あゆでした。あゆー、またね。あゆー。どう、似てる？おもろいって。すごい似てるって。あ、そう、倖田來未さんとね。すごいねえ、わかんないんだけど。ABEX できん。ああ、やだやだやだ。やばい。アップしないって言ったのにしちゃった。今アップ。大丈夫だよ、あゆだから。今のはあゆです。ありなー。イエーイ。テンション、夜中のテンションだね、本当に。うん、そうだよ。夜はこれからまだね。あゆです。入れすぎかな、どうだろう。スプーンでやれば。だってスプーンのがいいかな。スプーン持ってこうかな、うん、ちっちゃい方が入れやすいか。ちょっと待ってて。あゆは悪意ないよ。あ、みかん本当に好きなの。みかん何個目だろう。いっぱいみかん。あ、みかんあんちゃんが来たら絶対言わないでください。おかえり。今度はもういくつ食べたんだだよ、もう。すごいね、みんな私のね。みんなほら言うわけないだろう。だってあ、萌えって呼ばないで。萌えちチョコフォンデュしてる。そうだよ、チョコ足んなくなったらどうすんの、萌えち。確かに。そしたらみかん入れよう。みかん、そうだ、みかん。あ、してね、みかん。まとめてなかったよ、だって。もうそんな朝7時までやるよこれ。でも寝るからもう2時とか3時。チョコ作って寝る？チョコ作って今何時？あ、時間がかかりした。今何時ですか？教えてくれるから。手振った。2254。11時。14:05。そう、寝てる姿を流すの。なんかね。うん。0201まで絶対起きてウォッチ。今何時？モンゲー。テンション高いね、隣の子。モンゲーテンション高いね。一緒に寝るよ。せっせとチョコレート作ってるよ。アップダメ、アップダメ、怒られちゃう。そうだ。寝たふりじゃないよね、多分。本当に寝るよね。どうしよう、なんか怖いね。でもなんか言ってたら怖くない？あれちゃん喋る。はあ。何アップ大丈夫だって。何そのなんかね、おのつまみ食い。私に冷たいんだから。なんかもちってそういうキャラじゃん。やだやだやだ、そういうのやだ。もちってさ、冷たくされるキャラだよね。優しくしてほしい。優しくしてくれ。そういうギャグって感じ。もち今何時？萌ちの血は何の血だろう？萌ちゃんの血。萌ちゃんの血。この放送の日の初めてです。初めて。もう一期一会。フォローしてください。ツイッターやってるので。ツイッターフォローしてください。ツイッターのツイッターはこちら。萌さん。一応そう今日で終わり。萌ち。乃木坂さんのさ、ね、乃木坂さんの番組に呼んでほしくない？なんかみんな出てる。違う、なんかみんな出てる。さゆりんごさんがやってるやつ。そうなの？みんな出てる。そう、なんかゆるめるもさんとかも出てた。呼んでほしい。呼んでください。リクエストとかある？リクエストなのかな？わかんない。ベルハーもなんか呼んでほしいね。ベルハーもしてくれ。でも知らない。あ、生ドルさん呼んでほしくない？あ、その番組から来てるんだよ。だってあ、で呼んでね、言っといてよ。なんかニコ生のコメントでさ、もえちとあやん出してって。ベルハー見たいなっていっぱい来たらさ、なんだろうって思ってさ、呼んでくれるから。かなりんさんに言っておいてください。かなりん。言っとくって。やった。出てないの。ね、出てない。嬉しい。さゆりんごさん、りんりんご。どうしよう、仲良くなれちゃうかもしれない。そしたらやばい。恥ずかしい、そんなの無理です。どうしよう、緊張した。ベルハーみんなさ、私乃木坂で降りたことあるよ。何たことある？降りたことある、駅。あるよ。それはさゆりんごパンチ。すごい。もう一働けだって。じゃあこかせる？まだ大丈夫。ないって。じゃあもう一かける係やって。いいよ。飾り。やるやる。もうやる？ね。どこだっけ？皆さん、私呼んでもらおうよ。生ドルさんに。呼んでくれ。あ。土曜日アクションの時にかなりに言っとくだって。そう、嬉しい。やった。これで呼んでもらえたらね。あなたのおかげ。今見てる生ドル生さんのから来てくれてるおかげ。そうだよ、おかげだよ。生ドルさんのおかげ。感謝感激。ほんと雨あられ。トッピング TIF でかなりんちゃんベルハ見てたよ。だって。そう、見てくれてたってね。ありがとうございます。そうラブ呼んでほしいな。これ出たっけの？これ何？あ、下にある。ここにあるよ。あー、なるほどね。あ、開けれる？開けてくれるの？もうこの子は本当にさ、どんな生活してきたんだろう。過保護に育てられてきた。お星様だよ。え？お星様さ、いっぱいかけて足りる？まあ、足りなくなったらみかいだよね。足りるよ、絶対いっぱい足りる。大丈夫、絶対足りる。それよりチョコレートが足んなくなんないか心配だ。それあなたの配分にかかってるよ。そうやってさ、自分が食べたことをさ、棚にあげてね。星さ、床に1個落としたの忘れないで、後で拾うから。キラキラパワーを振りまいてるんだね。キラキラパワー注入。すごい、なんか可愛いね。楽しいね。これいい感じだね。星が乗っかるだけでね、可愛くなる。可愛いよ、見て。ほら。可愛い。星じゃないのも乗っけるよ。あ、そっか。ハートラブも持ってよ。ラブ注入。よっしゃい。よし、ハートのっけます。星の上にハートのっけてもいい？うん、うん、待って、それはさ、あれじゃない？ちょっとさ、うざいんじゃない？うざい。なんかコメント見れなくなっちゃった。止まってる？止まってるね。止まってはない。ガガ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 ガビヨーン。ガガガガガガガビヨーン。ハートと星、キラキラとふわふわ混ぜた。ふわふわ、キラキラ、もえもえ、キュンキュン。メイド喫茶行ったことある？ある。ある？あるよ。もう一回だけある。もえもえ、キュンってやるよね。一時期ハマってた。通ってたの？ハマってはないけど、なんか一個のとこに行くんじゃなくて、いろんなお店に行くのがハマってた。いろんなピナホワさんとか、アットさんとか、ミヤカフェさん、どこの人じゃなくて、ピンキーカフェさんとか、そうハマってた。すごい。2回しか人生で行ったことない。ミヤカフェさんってとこがね、好きだった。ミヤカフェさん行ったことないの？ジュリが寝るって。ジュリはお休みしか。そっか、もう11時だもんね。あ、なるほどね。あ、ごめんごめん。いいの時間だ。なんかメイド喫茶はなんか女の子が完全に絶対に優しくしてくれるから、嬉しい。一個だけ特別にして、一個だけじゃみかん入れようね。それさ、バレバレじゃない？見た目で。一個だけ特別。なんかさ、食べれ作れればいいんだけど、逆に。からしね、からし的な。買えばよかったね、忘れてた。確かに。そういう、でも甘々でいこう今回は。そうだね、優しさ、私たち。2時間ぶりの人が来たよ。おかえり、まだ寝てないよ。作ってるよ。よいしょ。トイレ？うん。チョコレート。愛情たっぷりですね。つまみ。もうね、みかんないんだよね。味見する。美味しい。美味しいよ。大丈夫。固まるかなこれ。それがね、固まんなかった。あ、待って。ムチはね、ムチは最近ね、優しいよ。優しい。あ、なんか固まってきちゃった。なんか最近。そうそうそう、固まってきちゃったんだよね。ちょっと温め直すかな。入れ足そう。あ、うるさくしてるね。うるさいかも。うるさかったらごめん。ちょっと温めるね。あんまムチの過去、ムチうるさい？大丈夫？ムチはでもなんか裏とかないよ。なんかね、スッって感じ。結構楽屋でもね、ムードメーカーしてる。チョコができてきたよ。1、20個できた。20個できたということは1人2個あげる計算だからまだ10人分、あと40個。チョコを作ってるんだけど。最近はね、ベルハ楽しいやん。なんかね、本当に一時期すごい病んでたけど、最近は楽しんでやってますね。もうすぐジュリとユウユが辞めちゃうんですよ、2月の末で。だからね、6人でできるだけ思い出作りたいね。思い出。布団、うん、寂しいね。お、今速報が来ました。なんとプレミアム会員限定の放送が始まったみたいです。イエーイ。画面上のなんか出てる。画面上にプレミアム会員の皆様のみご覧いただけます。プレミアムカメラどれだ？これ？あれ？こっち？こっちかな？こんにちは。プレミアムの皆さん、こんにちは。今お布団、こんばんは。お布団気持ちいいね。なんかさ、あるよね、こういう添い寝屋さんみたいな。なんかそれみたいだね。これがよいしょ、見れた人、見れた？あかんずれてたずれた？見れたかな。プレミアム会員になってくれると、私と添い寝してる気分が味わえる動画を見れるみたいです。プレミアム会員になろう。ぜひね、プレミアム。なんかさ、これどうやってやるのかな。ランランララランランラランランラララン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 ララランランランラララララランラン。帰ってきた。あれ？バイバイ。バイバイ。寝るの？疲れたから。ああ、ノイチがまだチョコレート作ってるのに寝た。プレミアムや。プレミアムな空間を。もう一のプレミアムを見たい方はプレミアム会員になりましょう。見えてるのこれは。待ってね、今ねもえちがね、もえちめっちゃアップだよ。もうちょっとね、こっちもうちょいカメラがこっち。あ、あ、いい、今のいい感じ、いい絵。プレミアム入っててよかったってコメント来てるよ。なんかね、足もね、映るんだって、ここ足、ああ、言ってたね足のアップ、足映してる。大体さ、なんか、あ、じゃこのカメラで言えばいいんだ。足を映してるところを映してる足映ってるのかな。足はなんかねえ、どっちだ。寝ちゃうの。まだ私チョコレート作ってるのに。うん。キラキラパワー注入。チョコレートにキラキラパワー。キラ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 。ラブはどこ行っちゃったんだ。もう一ラブは？持ってる。私のラブ返してよ。私のラブはこの辺ラブ。よくできた。おやすみ。もう一私よりさ起きてるって言ったのに先に寝ちゃった。なんかさ一回の12時前に眠くなって、それを超えるともう寝れなくなる。ああ、一回今眠くてそれ我慢するとってこと？うん、ラブあやののこれじゃダメか。あやののラブ注入。ラブ。もちは今ねシヤシヤタイムだよ。この低反発。もう一回自己紹介お願いしますだって。じゃあそっちに戻ろう。そうだ、一回おいで。今足の裏フェチタイムして足の裏紹介してた。足の裏フェチいるんだね。足の裏フェチも。ほらもえちまだ仕事残ってるよ。ここにあるちょっとほら入れ終わったから。よし次の並べて。はい、おかえり。じゃあよいしょ、乃木坂さんのファンをいただきます。ベルリン少女ハートです。まだ乃木坂さんのファンの人いてくれてた。そう、乃木坂ファンのために自己紹介お願いしますって来てたの。あ、じゃあさっきのやろう。何？寝っ転がるのやつ。はい、じゃあもうなんだっけ、ベルハー、あ、ベルハーそうはい、ベルハーの寝っ転がるもえちです。もえち、いつものあ、いつもの今日はやんないんだ。やんないの？寝転がるだから。今日はね、変わったんだ。うん、そうそうベルハーのスマイル担当、あやんこと柳沢彩乃です。あやんあ、ちょっと次のちょうだい。あ、そっかこれはいいの？あ、忘れてたかも。アーリンだって。アーリンだよ、うん、アーリンだよ。うん、スマイルの元三振ピー。眠くなってきちゃったもん。早いよ。でもまだ意外とさ時間、うん、今何時？あ、時間かかりさ。今何時ですか？教えてもらおう。こういう時は甘えよう。23時14分。ズッキュン。23時14分、まだ日付変わってないんだね。すごい。でも眠い。なんかチョコさ、やっぱりちょっとあれかも。寝てるー。もいちが寝てるよ。できたやつ、あ、できたやつはこっち、あ、これちょっとあ、次の、あ、こっちの台に行こう。うん、オッケー。ちょっとお湯捨てるのと新しいお湯入れてくるね。うん。よいしょ。今眠いね。あと歯磨きしなきゃ。歯磨き。もうつまみ食いしてないよね。してませんよね。今度はしてない本当に。うん、してない。したでしょ。絶対したよ。つまみ食い、ほらつまみ食いって言われてるよ。おい、秘密って言っただろ。やっぱりしてるんだ。もうつまみ食いばっかり。めっちゃみんな教えてくれる、優しい。どんぐらい美味しかった？すごい美味しかった。もう最強？うん、世界で一番美味しい。うん、明治さんの次に美味しい。そうだね、うちらの愛情付きだから。これはそうだよ、スペシャル。足の裏フェチの人は寂しがってるね。足の裏フェチの、足の裏見せてきてあげて。足の裏、私足の裏今靴下が着てるの。どっちがさ、下かな。あ、そっちにね、こっち側にねあるの。何？こっち。あ、これ映ってる？違う、違う、もっとこっち。足元にカメラない？あった、これ？そう、そう、それが足の裏よ。足の裏、羊の。足の裏専用。プレミアム会員になると足の裏が見えます。プレミアム。あ、映ってるよ、いい感じ。映ってる？プロのアングルだって。プロのアングル。顔が映っちゃってる。あ、顔映してるのかよ。こんにちは。いい感じ。いい感じ？うん。一緒に寝よう。プレミアムの人見えてるって。プレミアムの時間だからさ、プレミアムね。臭いって。嘘だよ。臭いよって。いい匂い。え、もう今並べてるもん。あきこ帰ってきて。ねえ、だってみんなねえって言ってるよ。うん。よし。はい、入れてください。むーちゃん。ここで寝ようかな。今のために。じゃあ10分だけ寝ようかな。あ、可愛いって流れた。ありがとう。あや、可愛いってよ。やった。むーちゃん。あちちちち。あちちち。あちちち。あちちちち。かいちゃんってちょこちょこ流れてくるね。かいちゃんじゃない？かいちゃんが見てくれてんのかな。かいちゃん絶対見てないよ。だよね。かいちゃんそんなまめに見てたらちょっとびっくり。